ライニックの絵画、少女像、ロベルトライニック、ロバートリニック、1805年2月22日から1852年2月7日は、ドイツの画家、詩人である、クダニスクで生まれた。1825年から、ベルリンの美術アカデミーに入学し、肖像画、風俗画を得意とするカール・ヨーゼフ・ベガスに学んだ。ベルリンでは、文学者のアーデルベルトフォンシャミスソや、 ヨーゼフ・フォン・アイ・ヒエンドルフといった人々の知域を得た。1831年から、デュッセルドルフ美術アカデミーに移り、フリードリッヒ・ビルヘルム・フォン・シャドウの下で修行を続け、イタリアにも旅した。1844年に結婚し、その後、ドレスデンに住み、詩人や翻訳者、画家として働いた。ライニックの付き合った知識人には、歴史家のクグラー、画家のフォン・オアや、 アルフレート・レーテル、版画家のビュルクナー、音楽家のシューマンや、バーグナー、フェルディナント・ヒラーラがいた。詩人、文学者としては、ヒラーの歌劇、コンラーディンの脚本を書き、シューマンの作曲した、デノフェイファの脚本を書いたが、デノフェファの台本はシューマンに気に入られず、シューマンによって書き改められた。ヨハン・ペーター・ヘーベルのアレマン方言による詩を、標準ドイツ語に翻訳した。 ありがとうございます。